文部科学省は新型コロナの影響で大学入学共通テストを受けられなくなった受験生について国公立の2次試験など個別試験のみで合否判定を可能にするよう全国の大学に通知しましたオミクロン株の急拡大を受けた異例の措置で個別試験も受験できない場合は追試験で4月以降に入学ができるような柔軟な対応も求めています 各大学は今回の通知を踏まえて個別に対応を決めます。